この動画では塩分分析系 SAT500 の選定の注意を紹介します。選定上の注意として、ディスペンサーについて、サンプルの前処理について、日本農林規格について紹介します。ディスペンサーは2マイクロリットル、20マイクロリットル、 200マイクロリットルの3種類を用意しています。こちらに各注入量における測定範囲を表示しました。最も一般的なのは20マイクロリットルディスペンサーで、測定範囲は0.2から4.999%です。2マイクロリットルディスペンサーは、 取り扱いがやや難しく、誤差が出やすくなります。そのため、測定サンプルの希釈が可能な場合は希釈して、20マイクロリットル以上のディスペンサーの使用をおすすめします。ご注文の際は、必要な容量のディスペンサーを選択してください。サンプルによっては、 希釈や抽出などの前処理が必要になります。一例として、醤油、ソース、めんつゆなどの。高塩分濃度のサンプルは。測定範囲に合わせて希釈を行います。かまぼこ、ちくわ。スナック菓子などの固体サンプルや。味噌、ケチャップ。マヨネーズなどのペースト状。 ゲル状サンプルは、抽出・分離などの前処理を行ってから測定を行います。詳細はお問い合わせください。最後に注意事項を紹介します。SAT500 は、日本農林規格などの公的な試験方法としては採用されていません。 日本農林規格に記載されている電位差適定法での測定が必要な場合は自動適定装置 AUT701 または塩分計 TS70 をご検討ください。今回は塩分分析計 SAT500 の選定の注意を紹介しました。 最後までご視聴いただきありがとうございました。